はい、それではいよいよ賞の発表です。審査をしてくださったのはこちら優香で歌のレッスンをしていらっしゃいます渡辺弘子さんと日置俊之さんのお二人です。ありがとうございました。さあそれでは賞の発表を渡辺先生にお願いします。はい、優香賞北林よしみさん、はい、おめでとうございます。岐阜放送賞山田弥生さん、おめでとうございます。三重テレビ放送賞田島道夫さん、はい、おめでとうございます。ポリちゃん賞佐藤照子さん、はい、おめでとうございます。イサムポーク賞、はい、則武則子さんです、はい、おめでとうございます。じゃあ今週もね、イサムポークの社長にお越しいただいてますのでこちらで、はい、受け取ってください。はい、おめでとうございます。社長もどうもありがとうございました。さあ渡辺先生いかがでしたでしょうか。はい、皆さんお上手なんですけども、はい、今回審査の基準はですね、歌をただ読むんじゃなくって自分の心で表現してる、はい、ところがある人を選びました。なるほど、ね、それを基準に。ただあの歌はいい声をしてみますし、うん、綺麗なお洋服ですし、はい、まあ、びっくりするんですけど、やっぱり聞いて、うん、満足できる歌っていうのは心の表現ができた方、山場がちゃんと山場になった方を入れました。なるほどね、それ先に聞きたかったって感じですけどね。はい、また皆さんアドバイスを参考にしていただいて頑張ってくださいね。はい、今日もありがとうございました。激辛スターチャンネル、今週は愛知県稲沢市祖父江町のカラオケ喫茶優香からお送りいたしました。先生いかがでした。やはりね、この優香さん、はい、この舞台がいいですよ、うん、まあ、プロも気持ちいいし、はい、歌われた方もさぞ気分よく歌われたと思いました。はい、うん、マスターどうですか。そうですね、さすがプロでした。それでは今週はこの辺でさよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いくつになってもふるさとは